はい、どうも、ジョーカーズのモモミタ。はい、どうぞ。デキンです。またあいつがやってきた。やだ。なんでそうやってすぐ勝手に買ってくんの。もう、俺は決めてたの。昔から。昔から。ヤングは勝手に買ってくる。見つけたら買ってくる。そうだったっけ。そうなの。でですね、僕がね、一人でコンビニに寄った時に、また新しいの見つけちゃったんですよ、あれも。まあ、発売してすぐには買ったんだけど、なかなかどうしてもこっちの都合でね、もう動画にできなくって、まあね、ちょっと遅めまあ、ちょっと遅めの紹介というか、いう風になっちゃうんですけど。ちょっと辛いね。やだね、もう。やだね、もう。毎回毎回ね。って思ってるじゃないですか。今回、違うんです。ほら。こちらドロンパ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 ーンちょ、マックのテーマみたいな。ガーリックカレーのハーフ&ハーフなんだよ。結構でかいね、これ。これはって多分2つ分でしょ。ということで、でも美味しそう。そうなんす、そうなんす、うん、味がね、とってもとっても美味しそう。てか初めて見た。なんかほら、何かとネットとかで情報入るじゃん。まあまあまあ、まあ、それにしても見なかったわ。確かに、これファミマに売ってました。おい、はい、ガーリック我々好きじゃないですか、うん、で、カレーも好きじゃないですか。好きですよ。もうこれ好きなんじゃないかってね。ああ辛くないのが何より素晴らしいです。あとですね、こちらのサムネイルがね、サムネイルって最高ですよね。これはちょっと今一瞬で楽しみになりました。はい、これはお昼ご飯ですか。あ、お昼っす。企画兼お昼っす。コロナでなかなか外も行けないから。そうなんですよ。え、これどうします、開け方。大きいからね、でも視聴者開けれるかな。やってもらう、スタッフにやってもらうから。大きいからね、ちゃんと開けてもらえるから。頼むよ。ごめんね。はい、せーの。あ、これ私って。あれ。ちょっと待ってよ。開いてないの。開いてないよ。半分だけ。俺の半分だけ。な。こいつらハーフなハーフ。ハーフなハーフになってる。開けてする。お前食べれないの。雑だよ。今日雑だね。ちゃんとやってよ。ね。雑。うん。よし。こんな無理やり開ける？もう自分でやった。というわけで。はいはい。行くぞ。ここだけでなかなか尺使ってんじゃない。そうなんですよ、いつもね。早く巻きに行きます。このペヤングのね、この動画が長い要因はこれです。間違いない。はい、すごいいっぱい書いてある。ちゃんと読むんだ、ごめん。いい、読まない読まない。ほら。書いてあるじゃん。意外と結構書いてない。なんか、うん、じゃあ調理方法書いてある。調理方法ね。本当に俺は昔から読まないからね。こういうね、湯切り口とかね、すぐ開けちゃうんですよ。もうね、長年やってるから触れてもらえなくなっちゃった。揚げていく。パークはポーズが2つ。パーク1個。あ、なるほどね。パークは1個です。いいや、これ。ほら、もう。それでは、お湯を入れていきます。お湯を。3分後。はい、それではね、3分経ったんで。はい。ソース入れていこうじゃねえか。さて、じゃあ。それで分けた方がいいんだもんね。ソース。そうですね。ガーリック。あ、すごい。ガーリック。うわ、すごい匂い。あ、すごい。こう、濃い。それでは準備ができたんで。実食。実食。いきまーす。カレーいただきましょう。いただきます。あ。うん。うん。あー。カレーの、カレーヌードル。うん。あれじゃない？日清の。だね。汁なし。まんま。汁なし。あ、うまいね。おいしいおいしい。あー、いいね。辛くないっていいね。ほんとにガーリック行こうかな、じゃあ。あ、じゃあ行きましょう。すごい。わー、すごい。わー、すごい。すごい。めちゃめちゃ辛い。濃い。濃いね。うまっ。あ、いっちゃいそう。めちゃめちゃタレ濃いね。うん。じゃあ俺はちょっと乗っ取って混ぜますよ。はい、混ぜましょう。うわー。これ混ぜたらすごいな。これだってもう男が好きなトップ3ぐらいの最強だね。うん、あ、いいね。あ、うめえ。うわ、ハーフ超うめえ。これはただ美味しいやつですね。あ、でも結構あるな、やっぱ。うん、あるね。なんか珍しい。貯金が早い。今日は任せてた。うん、これが辛かったらそういうことだね。だいぶ変わってるけど、あれですね、早食いしてるわけじゃないじゃん。うん、早食いで。マジか。おい、じゃあ、じゃあもう勝てないよ。できんでしょ、ビリ。そうだよ。どこだよ。ヤングで本社で。いや、一生入んねえよ。
わかんないじゃん。案件で入ったの。案件まででも僕できないんですよ。今ここでどっちかができない。もういるやん。やべ、俺できになっちゃった。じゃあ味がね、ほんと濃いからね、これはね、もうただの今日食事動画じゃん。そうなんですよ。ね、あの、美味しすぎると困るんだよね。困るんだよね、実はね。というわけでね、全員完食したわけですけど、これただ食べただ成人男性3人が満腹になっただけです。